日本東京都武蔵村山市、えのきえのきとは、東京都武蔵村山市の地名である。現行行政地名はえのき1丁目から、えのき3丁目。郵便番号は208-0022。武蔵村山市中南部に位置する。北は本町、東は学園、大南、南は立川市上砂町、西は 稲平造津富士と隣接している。北は新大梅街道、西は都道59号線、東は都道55号線に囲まれた地域である。2004年に撤退した日産自動車村山工場の跡地には、イオンモール武蔵村山、武蔵村山病院、カーミナル東京、東京日産新車の広場、村山店などが立ち並び、 その一角にあるプリンスの丘公園にその名残を残すのみとなっている。工場跡地の半分以上が空き地となっている。陰又街道沿いに植えられた武蔵村山市の史跡に指定されている三本絵の木が地名の由来となっている。実際に三本の絵の木が現存し、絵の木三丁目に一本、隣接する学園一丁目には残りの二本がある。また、 三本絵の木は新大梅街道の交差点名にもなっている。2018年1月1日現在の世帯数と人口は以下の通りである。私立小中学校に通う場合、学区は以下の通りとなる。ありがとうございます。